それではただいまより令和6年度第9回市長記者会見を始めさせていただきます。長藤市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日は案件として2点、日本郵便株式会社との包括連携協定の締結、そして堺大空襲次世代の語り部育成事業の実施についてお伝えをいたします。はい、まず1件目、日本郵便株式会社との包括連携協定についてです。はい、堺市内に郵便局は101箇所ありまして、こちらは堺市にある小学校、市立小学校の数よりも多い数です。住民生活にも非常に密接をした重要な施設と認識をしています。堺市では郵便局とこれまでこちらに記載をしていますような自主防災訓練や防災に関する啓発、また職場体験の実施、子どもたちの職場体験の実施でありましたり、さまざまこれまで郵便局と連携した事業を実施をしてまいりました。そしてこれまでの連携や協力をさらに深めるために、日本郵便と包括連携協定を締結をいたします。包括連携協定を結ぶことによりまして、堺市が持つ事業のノウハウと日本郵便のノウハウ、また強みである地域に根ざした拠点と全国に広がるネットワークの効果、相乗効果を上げることができると考えておりまして、さらなる市民サービスの向上と地域活性化を目指したいと考えています。協定の主な内容と今後の取り組みをご紹介します。まず豊富な資源を活用した情報発信です。日本郵便が持つ全国的なネットワークを活用して、堺の歴史や文化など貴重な魅力や教育、文化、子育て、環境など定住魅力の発信を強化します。こちらに写真が載っております。切手大阪ですね。7月31日に大阪駅にオープンしました、大阪駅近くにオープンしました切手大阪におきまして、堺の伝統産業やまた大阪・関西万博に向けた取り組みを PR をしまして、堺に訪れてもらえるように、大阪市内を訪れた方にも堺を訪れてもらえるように魅力を発信をします。そしてその部分ですが、地域に根ざした郵便局の強みを生かして、災害時の避難情報でありましたり、高齢者の総合的な相談窓口の情報など、市民の皆様に適切かつ迅速に情報をお届けします。はい、続きまして、地域で見守る子育て教育につきましては、市内の郵便局では危険を感じた子どもが助けを求められる子ども110番の家への登録や高齢者の見守り活動にご協力をいただいています。今後は地域の方々の身近な相談窓口として、機能を生かしまして、相続やお墓のことなど高齢者のこれからを考える終活の取り組みにもご協力をいただきたいと考えております。最後、持続可能な都市の実現としましては、例えば郵便用の配達車両の EV 化でありましたり、地産地消、堺の恵みをはじめとした堺の地産地消の取り組みの情報発信でありましたり、 SDGs 未来都市堺としての連携した取り組みを推進したいと考えております。郵便局の皆様とは日頃から密接に連携をして、これまでも共に事業を進めてまいりましたが、これまでの連携をもととしまして、お互いのノウハウや資源を有効活用しながら最大限に生かすことによって、さらに地域課題の解決、そして市民サービスの向上につなげたいと考えております。はい、続きまして、堺大空襲次世代の語り部育成事業の実施についてです。今日が8月13日ですので、あさって8月15日で終戦から79年が経過します。堺市でも空襲等によって多くの市民が犠牲と
なりました。こちらが当時の空襲の写真でありましたり、こちらは図ですので描かれた内容ですかね、半壊戦でしょうか。このような写真や絵も残っております。そして特に被害が大きかった1945年7月10日の空襲を堺大空襲と呼んでおりまして、この堺大空襲第5次だけでも1860名の市民の方が尊い命が失われております。こちらの写真ですが、焼け残った堺市役所の屋上から北西の方向に撮影されたものです。ご覧の通り、堺市役所の周辺ももう焼け野原と言える状況になっておりますが、ここから今のこの堺東も堺の特に空襲で大きな被害があった堺の中心部も先人の皆様のたゆまぬ努力によって今の町の姿になっています。このように戦争で大きな被害を受けた堺市では、1983年に堺市議会で非核平和都市宣言を決議されまして、そして1994年に平和と人権主要館を設置をいたしました。また2007年には堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例を施行をしています。平成26年からはピースメッセンジャー、堺大空襲の体験を語るボランティアの皆さんに学校等で堺大空襲の体験談を語っていただきまして、平和の大切さを伝えてもらっています。一方で終戦から79年が経ちまして、活動できる方がご高齢のために年々減少をしております。現在の登録者は3名となっておりまして、今後の事業継続が課題となっております。はい、そこでピースメッセンジャーの貴重な体験談を学生や若者が引き継いで、堺大空襲の歴史や平和の大切さを伝えるために次世代の語り部育成事業を始めます。羽衣国際大学で平和学を専門分野とする講師に協力を依頼をしまして、大学で実証されていますプロジェクト演習として、次世代の語り部の担い手として学生を対象とした堺大空襲次世代の語り部育成事業を行います。プロジェクト演習では、学生を次世代の語り部として育成をいたしまして、学校等へ講話に行ってもらうことを目標に実施をします。まず、戦争に関する基礎知識の習得を目的に、平和と人権資料館で学生の皆さんに研修を受けていただきます。さらに、学生の皆さんと、ピースメッセンジャーの方々との交流を通して資料の構成を検討しまして、この間の学習や交流をもとに小学校で講話するための説明資料を作成をいたします。その後、実際に市の職員や小学生に対して講話をすることによりまして、語り部として活動できるように経験を積んでいただきたいと考えております。最後に今後のスケジュールについてです。令和6年度に次世代の語り部となった学生の皆さんには、令和7年2月から依頼がある学校等へ派遣をする予定です。今後とも担い手となる人を増やすために、令和7年度以降は堺市として育成事業を実施をしまして、3年間で20名を目標に育成をする予定です。今回紹介した事業は、若者世代を中心としました新たな平和の継承の取り組みです。今後もさまざまな取り組みを進めまして、苦難の時代を過ごされた先人の平和への思いを
次の世代にも引き継ぐことができるように力を注ぎたいと考えております。私からは以上です。それではただいまから質疑に移ります。挙手の上社名を告げていただき、ご質問の方をよろしくお願いいたします。それではご質問いかがでしょうか。日華工業新聞さん、どうぞ。日刊工業新聞の富井です。日本郵便との連携に関してお聞きしますけれども、協定の主な内容を示されてますけれども、市長として今後、具体的にこれに関しては特にこういった感じで取り組みたいだとか、なんかこういったことをやりたいだとか、何かその市長として何か希望、思いみたいなものがあれば教えてください。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。これまで日本郵便の皆様、特に地域の郵便局の皆さんとは連携を行ってきましたが、今回日本郵便の皆様から包括連携協定の提案もいただきました。これまでのさまざまな分野ごとの事業を包括連携協定によって横串を刺すような取り組みを可能だと考えております。特に地域に出した郵便局としましては、子どもの見守りでありましたり、先週会見でお伝えしました高齢者の見守りでありましたり、また今喫緊の課題でもあります災害への備えでしたり、またコロナ禍では郵便局から発信も、感染対策の発信もしていただきましたので、これまでの行ってきたことをさらに強化をするということは一つ大きなポイントだと思っています。そして今回大きな内容としましては、情報発信についてもこれまで市内での情報発信というのは積極的に行っていただいておりました。堺市が実施する事業でありましたり、イベント等も関わっていただいて参加もしていただいてましたが、市外でも発信をしていただける、特に切って大阪のような、もう大阪の梅田にあってですね、多くの方が訪れる場所で堺市の PR をしていただくような機会を設けてもらえるというのは堺にとっても非常に重要なポイントだと思っておりますし、地域に根ざした郵便局である一方、日本全国に郵便局がございますので、連携をしながらぜひ堺の魅力が全国的にも伝わるような取り組み、さらに進化をさせることができればと考えています。あとすみません、一点細かいところなんですけども、はい、EV 車の導入ってあるんですけど、これ郵便局が勝手に、EV 車を導入するってことではなくて、それは市としてどういうふうに関わるってことなんでしょうか。これは市が実際に今脱炭素2050年のカーボンニュートラルに向けて行動しておりますので、そこに連動する形で郵便局としても取り組んでいただくということです。具体的に郵便局さんから提案いただいている内容があれば、担当局から、はい、担当局から説明させていただきます。EV 車につきましては、市長申しましたように、堺市の目標に向かって郵便局としても取り組んでいただくというふうに考えております。なので、その堺市の目標があって、郵便局がそれに、EV 車を導入することで協力するっていう、そういうことでいいんですよね。はい、その通りです。わかりました、ありがとうございます。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。関西テレビさん、どうぞ。関西テレビの高橋と申します。堺大空襲の語り部育成事業についてお伺いします。はい、改めて戦争を経験していない世代が、こういった、語り部事業を行うこと、それを育成することの意義というのをお願いします。はい、先の戦争というのは日本にとって非常に重い、本当困難な時代を過ごされた方が多いということも合わせて経験でした。一方で、まもなく終戦から79年を経過しようとしていますので、実際に戦争を経験していない世代が大半となってしまっています。今実際にピースメッセンジャーとして活動していただいている方もいずれも85歳以上ということで、これからこの戦争の経験というのは語り継いでいかなくてはなりませんが、実際に体験された方々というのはこれからますます少なくなってしまいます。ですので、その戦争の悲惨な体験を語り継ぐために
若い方々にぜひ関心を持っていただいて、自らが語り部となることで、この学生の皆さんの世代、さらにその先の世代にもこの戦争の記憶を忘れないとするためにも大変意義深いことだと考えています。それでは他にご質問いかがでしょうか。日本経済新聞社さん、どうぞ。日経の高瀬でございます。日本郵政さんとの連携なんですけれども、先日お話があった境東駅周辺の再開発で、郵便局のある地域を先にこう、切って境のようなものを建ててはという話をさせていただきましたが、こちらの方、今回の連携協定を機に窓口が作られるということなんですけれども、その窓口を通じてあそこの敷地の有効活用みたいな議論もされるんでしょうか。今回の包括連携協定に関しては境東の用地の活用ということは今念頭には置いておりませんが、ただ包括連携その協議の過程ではその話というのは具体的なところまでは詰めておりませんが、今後包括連携協定ですので、境市にある郵便局とのさらなる連携でありましたり、もしくは境東のような大きな拠点を置いている場所についても協議するということはこの包括連携協定を通して考えられると認識しています。今回の連携協定が一つの、きっかけになりうる可能性はあるということですね。日本郵政さんとの土地の有効活用に向けて。そうですね。今回包括連携協定というのはさらに進化させるということで、これまでも境東の土地の活用についてはお話をしてきた経緯もございますが、さらにさまざまな面で協力をお互いに連携しながら進めていくというところでは一つポイントになるかなと思っています。それでは他にご質問いかがでしょうか。 NHK さん、どうぞ。NHK の高橋と言います。堺大空襲の件で、この事業はこの事業として若い世代に引き継がれていってほしいと思うんですけど、例えばその戦争とか慰霊碑とかの話でいうと、平和塔の老朽化とかですね、あと礼拝堂普段閉じてるけどこのままでいいんでしたっけっていうのが今もホームページに出たりしてますけど、 あるいはその人権資料館は多分2006年にリニューアルして、あの場所にできた後って多分別に中をこう展示内容を変えたりとかっていうことも多分あんまりないと思うんですけど、とかっていうことも含めてこう宙ぶらりになってる、戦争境の戦争体験をめぐって宙ぶらりになってる課題っていうのはいくつもあると思うんですけど、あるいはさっき市長おっしゃってましたけど、もう戦争経験している方が直接経験された方が本当に数少ない中で、じゃあ今、基本的にそのボランティアの募集とかも受け身の状態ですけど、ご存命の方に本当に最終的にアプローチする最後のタイミングだと思うんですけど、そういうことをするとかも含めて、沖縄戦で沖縄戦の歴史を現地で感じられて手を合わされたことが政治家になったきっかけっていう話を先日お話しされていましたので、こうもうちょっと引いた目線で堺市の戦争体験をつないでいくために必要だと考えられていること、あるいはその市長の考えというのがあれば教えていただきたいと思います。この事業に限ったことではなくてお聞きしたいと思います。はい、一例として挙げていただきました平和と人権資料館につきまして、私も市長就任する前もそうですが、市長就任してからも現地を訪れておりまして、担当局にはより効果のある内容になるようにということで、展示も例えば今のウクライナの問題でありましたり、戦争に関係する展示会をしたりですね、工夫をして運営されていると認識をしています。一方でまだまだやはり一つの施設だけではなくて、市内において戦争の記憶を広く伝える必要があると考えております。来年で終戦から80年という大きな節目を迎えます。おっしゃった通り、ますますこれから戦争を体験していない世代が増えてまいりますので、今のこの80年という大きな節目を前にですね、今回の一つの事業というのも新しい取り組みの一つではありますが、この堺での戦争の記憶、また日本全体としてももちろん平和の実現に向けて努力をしなくてはなりませんが、今の総合的な平和を伝える内容についてさらに深めていきたいと考えています。今あるような施設でありましたり、もしくは慰霊碑、そして地域の皆さんが守っていらっしゃるような
場所もございます。そのところを堺市としてどういうふうに情報発信をしながら次の世代につないでいけるかということも深めていきたいと考えています。伊藤施設関連今後どうしていくかというのはちょっと考えてますか。はい、適切に管理をしていくということはあるんですが、堺市が保有する施設については適切に管理をするのはあるんですが、地域の皆さんで有志で管理をされているような場所もございます。そのような施設についてもやはり高齢化課題となっておりまして、今のこの状況というのをもう一度きちんと整理をしながらですね、目的は今の戦争の記憶をきちんと次の世代に伝えるということが大きな目的だと考えていますので、その目的を満たすために堺市としての行動もさらに検討を進めたいと思っています。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。時事通信さんどうぞ。時事通信の及川です。発表事項とはちょっと違うんですけれどもお願いします。先日8日に宮崎県での地震を受けて、その南海トラフ地震をめぐる巨大地震が発生する危険が高まったとして臨時情報が初めて発表されたところであります。で、2019年に運用が始まってからこの臨時情報巨大地震注意が初めて出されたんですけれども、このことへの受け止めと、あと備えや対策などについて改めて気づかれたことがあれば教えてください。はい、今回の臨時情報に関しては注意と警戒ということがあって、調査中から注意に移行注意ということになったんですが、初めての今回の発表ということもあって、堺市でも実際にどうすべきかと、これまで市民の皆さんに周知をしている情報と今回この注意を必要とする期間、まずは1週間ということですが、そこについても8日からこの間連日情報発信をしながらですね行ってまいりました。一方で今回お盆の時期ということもありますが、報道等でも私も毎日確認をしておりましたが、やはり例えば海に近い地域での自治体だったり、もしくは旅館でキャンセルが相次いだとか、さまざまなその状況を伝えるような話も聞いておりますので、まずはやはり市民の皆さんには南海トラフ巨大地震というのはいつ起こってもおかしくがない、大きな災害であってですね、津波に対する被害というのは堺は非常に多い状況ですが、大きい被害は想定されますが、一方で逃げていただくことによって被害を少なくすることができるということも確かですので、改めてこの機会に避難をしていただく、もしくは防災に対する備えを、災害に対する備えをしっかりしていただきたいと思っています。はい、ありがとうございます。で、臨時情報について、その国民のまだその運用が始まされてから、初めて出されたということもあって、認知度みたいなものがこう広まっていない中なので、どう危険が高まっているのかわからないみたいな声もあったりしたんですけれども、その背景を含めて巨大地震注意についてもうちょっとこう説明とか、情報発信というのが国からなされてもいいんではないかというような意見もあるんですけれども、その辺についてはどうお考えでしょうか。はい、今回のまずは臨時情報の注意ということが1週間を経たからといって全くなくなるわけではありませんが、まず1週間経過する段階でですね、国、気象庁中心だと思いますが、一度この注意に関する臨時情報に関する振り返りをぜひやっていただきたいと思いますね。今回初めてのことというのは、自治体もどうすべきかということを私たちも知恵を絞りましたし、国民の皆さんも市民の皆さんも悩んだ部分が多かったかと思います。先日スーパーに行くとですね、お米が置いてある棚がもう空っぽだったんですよね。ですので、そこでやっぱり注意って出してしまうと、もう地震が起こるんじゃないか、これも備えなければというところが、もちろん備えは大事なんですけど、ヒートアップを過度な反応ということも懸念されますので、今回 の注意情報に対する振り返りを私たちももう一度検証したいと思いますし、国でも振り返りをしていただいて、次回以降ですね、どういう発信が望ましいかというところをぜひ
国も地方も協力しながら考えていけたらと思っています。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようですので、これにて視聴者会見を終了させていただきます。お疲れ様でした。